子どもの頃から例えばすごい色黒で悩んでたりとか、まあなんか白くってお肌の綺麗な人に子どもの頃からとっても憧れていたので、ちょっとまとまったお小遣いをもらった時に初めて買ったものがやっぱり化粧水だったりとか、お風呂に入った後っていうのが自分史上いつも白くなるなっていうふうに思ってたので、それは何なのかなって思った時にやっぱり余計な汚れが取れて、そしてちゃんと潤ってると白くなるんだなっていうのをなんとなく自分は思ったので、割とこうお風呂でしっかり蒸らしてスクラブをするっていうのを、そうですね、多分高校生ぐらいからやっていたと思います。私が大学生ぐらいの時っていうのはマスカラが全盛期の時代だったんですね。いかにウォータープルーフでまつげが長くなるかとか、あと下地でないまつげをどこまでも長くっていう夢のような、やっぱそういう夢があるものにとても自分が興味を惹かれるので、で自分がもともと目の大きさに対してはまつげが短かったりとか細かったり少なかったりっていうコンプレックスがあったので、マスカラメイクにはまって、多分朝のケア、メイクでマスカラだけに30分ぐらいはかけていたと思います。若い頃はそれこそ結構皆さんがびっくりするようなことを平気でやってましたので例えばですね、レモンの輪切りをお顔に全部貼ってパックしてみたり、白くなれると思ったんですね。やってみたりとか、あとは、エタノールで顔を拭いてみたりとかあとは体を赤すり、韓国式赤すりが流行った時にやっぱそれで一回体洗うと透明感が出るから白くなった気がするので、顔に使ったら白くなるんじゃないかなと思って顔をそれでこすってみたりとか、そういう間違えた美容法を若い時はすごい繰り返しました。生まれながらに肌が汚い方ってなかなかいなくって、やっぱりみんな赤ちゃんの時は綺麗なお肌で、でもそれが毎日の生活習慣で積み重ねで個人差が出てきて、すごく美肌のままの方とやっぱりシミだらけだったりシワだらけだったりくすみがすごい方だったりっていう風に分かれていくんだなと思うので、やっぱり生まれてきた時の綺麗な肌をどこまで綺麗に保てるかっていうことが本当のスキンケアの醍醐味なのかなと。まず一発逆転を狙わないっていうのをすごく実感しています。前は一回でなんとかなるものはないのかしらっていうふうに思って探して旅をしていた感じだったんですけれども、やっぱり日々の積み重ねなんだなと思ったので、じゃあ積み重ねって何なのかなって言ったら、やっぱりきちんとその日のメイクをちゃんと汚れをちゃんと落として、そして一番はやっぱり保湿ですね。しっかり保湿をした上じゃないと、どんな例えばたるみ予防の美容液だったりとか、シワを消す美容液だったり美白の美容液だったりとかっていうのは 100% の効果をなかなか出しきれないので、まずは肌の土壌をしっかりお水で潤してあげて受け入れる体制を作るっていう保湿の常にやるように心がけています。メイクをする前の朝のスキンケアが一番時間をかけて 100% 潤い満タンにした状態でメイクをして出かけないと、外に出た途端やっぱり乾燥したりとかダメージの原因につながってしまうんだなと思っています。それこそ1ヶ月のこう手帳に、この1週間はこのラインをこの組み合わせで使ってましたみたいのを書いて、で何かの時に、なんかよく言われるのが、あの時のあの日の先日来た時の石井さんすごい肌の調子が良かったとか、その時言ってよって言うんですけどなんか次の時いらした時にそういえばみたいなことで言われたりすると、遡ってあれやったからだとか、やっぱりこの美容液じゃあ効いてたんだなとかなるんですね。やっぱり人からもらった情報だけでは綺麗になれないので、自分が向き合って自分のものにするっていうその一プロセスがあって初めて綺麗に近づけるんじゃないかなと思います。美容って
コミュニケーションツールだと思うんです。綺麗になることって誰とも関わらない社会の中で一人ぼっちの生活の中で、じゃあ私がもし離れ小島に一人で暮らしているときにじゃあ美容やるかなっていうと多分やらないと思うんですね。あくまでも人とのコミュニケーションの中で自分が綺麗になると人がわあ今日綺麗だねと思ってくれて、なんか嬉しい気持ちになってくれたり、自分も頑張ろうって前向きになってくれたりで、そうやって褒めてくれたことによってまた私も嬉しくなってまた明日も頑張ろうって思えたりするっていう、そういうリレーションがあっての活動だなって美容は思うので。